はい、こんにちは、こちらはですね、調理師試験の動画になります。で、前回ではなくてですね、ずいぶん前にですね、3年ぐらい前に、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンのですね、動画を撮らせていただいたんですけれども、語呂合わせので、そこはですね、ビオチンをですね、水曜日の美に当てたらですね、覚えやすいのではないかというですね、コメントをいただきましてですね、こちらの動画、新たに撮らせていただいております。で、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンを覚える、調理師試験の語呂合わせになります。で、新たにですね、こうビオチンが加わったっていう形になります。で、語呂合わせの意味なんですけれども、水曜日パパはいい任務ないし使用だけというですね、語呂合わせになりまして、で、水曜日にパパは、いい任務いいお仕事がないので、使用だけ、プライベートな用事だけがあるというですね、まあそういうようなこう意味合いのになります。で、水曜日パパはいい任務ないしまでがですね、水溶性ビタミンのことになりまして、で、使用だけのところはですね、使用性ビタミンのお話になります。で、まず水曜日の水溶ですね、水溶はですね、こう水溶性ビタミン、水に溶けるビタミンということで、で、ここからがですね、水溶性ビタミンのことになります。で、美がですね、ビオチンで、パパがパントテン酸です。で、和が葉でですね、こちら葉酸になります。葉っぱの葉で葉酸です。ちょっと読みが違うんですけれども、葉っぱの葉で葉酸になります。で、いい任務ですね。いい任務はですね、良いお仕事なんですけれども、いい任務、126というふうにですね、数字を当てます。で、数字126がありますね。で、その126をですね、こう、それぞればらしてですね、ビタミン1、ビタミン2、ビタミン6。で、それと、1と2がありますので、ビタミン12っていう形になります。ビタミン1、2、12、6が、水溶性ビタミンになりますね。で、ないがナイアシン。で、死がビタミン C になります。ここまでが、水溶性ビタミンになります。で、最後はですね、使用だけ。で、使用がですね、使用性ビタミン、油に溶けるビタミンになります。で、だけですね。だけがですね、D、A、K、E。ビタミン D、ビタミン A、ビタミン K、ビタミン E のそれぞれ、D、A、K、E になります。ということですね、今回、水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンのですね、動画の方にコメント欄いただきましてですね、ありがとうございました。こちらですね、こう新しくこうビオチンを加えたですね、語呂合わせをですね、こう追加で取らせていただきました。で、下の概要欄の方にですね、調理師試験の、語呂合わせなどのですね、私が撮影しましたですね、調理師試験向けの講座のですね、再生リストを入れておきますのでですね、YouTube のそちらの方をですね、調理師試験対策にご利用されたいという方はですね、ご覧いただければと思います。ということで、新たにですね、調理師試験の動画追加させていただきました。こちらの動画は以上です。失礼します。